ブーピーポーピーポーサイレンも当たってない、サイレンピーポーピーポードップラー効果ってことで、はい、第1レース、うん、ヨッシーサーキットということで、はい、今回は普通にやっていきますよ。やりますよ。やりません。やらないんかい。ちょちょちょ、何してんの何してんの。逆走ということで、今回の企画、はい、最強カスタムなら3周回遅れしても余裕で1位取れるんじゃねえ。どういうことということで、はい、見ての通りちょっと変な走りしてるじゃないですか。そうだよね。真横向くとね、ちょっと見てて真横向くと10ゲームがピュって帰ってくのね。 いなくなったっていうのを駆使しながら、はいはいはい、逆走していって1位と3回すれ違うまで、うん、ずっと逆走してそっからスタートして1位取れるかという3回もすれ違わないといけないよね。企画となっております。はい、さあまずね1回すれ違ったからあと2回だね。あと2回か、あと2回もすれ違ってからスタートしないといけないで、この逆走ね、うん、逆走からもう勝負は始まっている。始まってんの。この逆走をいかに早くできるかで、その後どんくらいレースできるかっていうのが決まってくるから。あー、そこそこ。で、ここもね、ショートカットできるんですよ逆からできるんだね。逆からできちゃうんだよね。もうこれも下調べしっかりやってますんで、はい。で、それで逆走するときね、この企画結構いろんな実況者さんがやってるんだけど、はいはいはい、後ろ向きバックでやってる人も結構いたんだよ。あー、はいはいはい、大体がそうだったんだけど、こうちゃんと後ろ向きで走って10ゲームの判定を消すっていうね、うん、荒技をやってる人はあんまりいなかった。いや、いないでしょうねそれぜひね、これをね、まあ、やってみようかなと思ってる視聴者さん、真似していただきたい。誰も真似しないと思いますね。そうね、ススミントさん、すごすぎだろうとか、ススミントさん、それはさすがに無理だよとか、ぜひコメントしてほしいです。いや、お前視聴者のこと舐めてんだろそれで僕を今表のアイテムキラー持ってるじゃないですか。これキノコとかより全然いいのね、このアイテムの方が。あ、そうなんだ。いちいち正面向いてキノコ使うよりも自動でスタートできるから、うん、あー、そっかそっか。それでそろそろ来るぞ、スタート。さあまずキラーでどん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 上がってほしくて、うんうん、でまあここはまあ正直まだロングキラーじゃないんだけど、あ、そうかそうか。結構ロングキラーが大事になってくる、このロングキラーね、展開は、うん、でまずアイテム何が出る。キンキノ、まあ悪くない悪くない。でまずキンキノでここをショートカット、もういいんじゃない、結構決めていきまして、はいはいはい。でこの後、うん、いやこれいいぞマジで、本当にいい感じ。で飛んでここでロングキラー、あー、ここで、うん、でこの実況見てる人にちょっと勘違いしてほしくないんだけど、僕結構逆走してたじゃないですか。でも現実だとそれ違反になっちゃうんで、そうだよね、ぜひ視聴者の皆さんは現実では逆走しないでください。当たり前のこと言ってますねで、アイテムがアイテム通り過ぎちゃった、これピンチだよ、ピンチで、ま、前のパックやめて、パックやめて、危ない危ない危ない。で、まあまだ、うん、いやこれアイテムがめちゃくちゃ大事だよね。ちょっといや、そう感じるよね、致命的すぎた今のは。うわー、ここに何が出る、強っ、いいじゃん。またここでロングキラーぶちかましていけ。いいね。でコインも10枚結構伸びてくと思うぞ、このキラーは。いけるか。で裏が何出るかな、これ結構大事なの。裏が出る。いや、キノさんあんま強くない、強くないのか。グネグネグネ伸びる伸びる、オッケー。でそれでここちょっと2個アイテム取りたい、全部使って、トントン、オッケー。おー、うまい。使って何が出るか、何が出る。さあギロー、あ、すげえ。これさ、うん、さっきのロングキラーゾーンまでちょっと保持しようかな。あ、持っとく、うん、保持保持する、保持保持保持だ、鼻くそみたいになっちゃってるで保持保持してここで解放、いいじゃないですか。さあこれで俺もう追いつけ始めている。あ、そうですか、いいね、オッケーオッケー。もうどんどん上がる、どんどん上がってって。え、マジか。キラーで何位まで上がる。5位、5位、4位まで上がって、これは来たか。遊んでやすと近畿の採用して1位に踊れてる。あぶね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 、抜ける、これ抜けていけ、いざ、オッケー。で大丈夫だよね、後ろ赤とかないよね、赤とかないよね、しゃー、すげー。でこれスウィントさん一発で成功させたみたいな雰囲気持ってますけど、これ2時間ぐらいかかってますからね。言うな。さあ2レース目は、はい、まあまあカントリーやってきます。ヤギじゃない、牛のコースだよこれ。もうもうカントリーですか。はい。でここね、逆走2時間ぐらい練習したから見てほしい、うん、はい、見ていきましょう。めちゃくちゃスムーズに逆走できるぜ、俺は。すごいな、普通に。でそれでもう普通に走るみたいな感じでも逆走できますから。あ、確かにそんな感じするわもうあれ、これが普通のコースかなみたいな。うん、そうなってるけどね、うん、そうなってるけど、これ違いますからね。もうジュネームもさ、うん、これ本当に違うっけみたいな多分思ってるよ多分いや思ってないでしょこいつは真っ当だよ。でも途中でさ、あれやっぱ違う、あれやっぱ逆走だけど、あれやっぱ違うみたいななってないでしょ
いやこのコース、うん、さっきなんか2時間逆走練習したとか言ってたじゃないですか。はいはいはい、その通りでめちゃくちゃ難しいんですよこのコース。そうだね、ショートカットがほぼないに等しいから、うん、ああそうなんだ。この逆走でどれくらい早く3周遅れにできるかっていうので、うん、めちゃくちゃ順位変わってきます。大事なのね、うん、だから、うん、もうこの芸術的な逆走を身につけたわけなんですよそれで、うん、表のアイテム見えますか。見えますよ。キラーなんですよ。いいですね。キラーがいいっていうのはもうさっき言いましたよね。はい、これテストに出ますから。いや出ないでしょそんなそれで3周目到達スタート。あーいいね。それでモーモーを引いていって、いや言い方ねでキラーで順調なスタートを切ってはいいけど、この後のアイテムが割と大事。あーそっか、人気のいいね、強い良い今のところ割と理想的なスタート。これはいいですね、うん、やっぱりキラー近畿のキラー近畿のみたいな感じで、うんうん、アイテムのローテーションを行っていきたいんだよな、うん、なるほどね。さあ次、いやー弱えひどさ廃止求め国会議事堂前でデモしようかな。そんなことしても変わんないと思うよでそれでここ2個アイテム取れない。ちくしょうだ、サンダーキラーとかだったらさ、うん、ここで一気に詰めるところ。あーそっかそっか、サンダー単発、あーちくしょうで。でもまあまあサンダーって全員遅くできるから、うん、もうめちゃくちゃ強い一番の当たり合いとか。そうだよね、確かに過言ではない。でこの後キラーとかが意外と欲しかったりする。来い、ナイスあったよ。さあキラーでモーモー引けるから引けた。どこに喜び持ってんだよ俺でここ2個いける。いや無理だね、コース的に。ここは何出る、キンキの色2連続来たよ。強すぎない、連続で出ることあるんだキラーがこれいいぞ。そして次のアイテム、うん、キンキノか、まあ悪くてもスター、うんうん、キノさんとかやめてほしい、マジで来い。いいよー、すげーわ、強すぎるこれはこれはで7位、うわ結構詰めてきてるぞ。めっちゃ上がった。で2個アイテム意地でも取って、ね、何が出る、ファイヤー。おー、いや加速じゃないか、いけるか、ね、それでファイヤーをモードに当てて、うわいいじゃん。それで2位まで来て、うん、1位まで踊り入れて、さあ、それで後ろ大丈夫。おう、しょ、しょ、オーケー。いやー素晴らしい。いやでも途中モーモーを引き殺しちゃったのは本当にビーガンの皆さんすいませんでした。いやその謝罪いらないさあ続いてはドーナツヘイヤということで、はい、うん、人気コースなんで普通にやります。さあ、やんの、え、行くぞー。やりませんでしょうねで、これドーナツヘイヤということで、はい、右のマップ見てください。はいはいはい、これどう考えてもドーナツにしか見えませんよ。いや見えませんねで、あのこのコースの逆走は、あの見ての通り、あのそんなにうまくないのであの早送りしまーす。はーい。さあそろそろ、うん、イケメンリンクくんが来るか。3周目でスタート。オッケー。で、おー、ひーすごい軌道で引いてったリンクキラーはなんか恨みあったのかな、リンク。いや、ないんじゃないかなで、キラー近畿のこれ理想的です。あ、理想的だもんね、はい、理想的で、ここで何が出るか裏に、はい、で、これやって、ここでもショートカットしたい。キラーいいね、まあまあいいんじゃないですか、うん、で、それでこの後にショートカットがあるから、はいはいはい、できれば加速カスターあたり欲しい。ナイス、うわ出たよ。で、このショートカットをね、やっぱり必須だね。これできなかったらもう負けと言ってもいいでしょう。あ、ここのショートカットが大事、うん、ここのショートカットが本当大事。おー、マジで人間で言うと心臓ぐらい大事。めちゃめちゃ大事だね取れなかったら生きていけねえもんさあ、それで2個取って、危ないな、バナナ危なかったね。やっぱドーナツヘイヤ、うん、見ての通り田舎ですから、はい、ポイ捨てが横行してますアイテムだからね。もうちょい都会のステージならポイ捨てないもん。いや都会の方がありそうだけどなさあここで近畿ので、はい、思いっきりショートカット、必須のショートカットをやっていって、いいですね。ちょっとキラーが少なめか、気持ち。あー、まあ確かにね。ここでちょっと2個取ってほしい、きたー。さあここでショートカットしながらキラーを使っていくと、素晴らしい。これは来たでしょ。うん、いや、うおおおおおキラーフレンズ、やばい、あいつにキラーフレンズにやられる、危ない。でも俺にはスターがある。そしてショートカットで1位の踊り出て、ごめんなキラーフレンズ略してキフレ。でもセフレみたいに言う。さあ最後は、はい、カラカラあ、砂漠をやってきます。喉がカラカラだねということで、はい、多分ここをイメージされてるのはエジプトじゃん。そうだね。で、金色のマリオ使ってんじゃん。おお、もうこれエジプトのさ、昔のツタンカーメンみたいな勘違いされて自動的に1位になるっていう仕様があるからそう、ないと思いますよ
でも昔のエジプトなんてね、金色に塗っとけば大体偉いからさ。お前エジプトのこと舐めてんだろ。さあ、そろそろ骨クッパとすれ違うのでスタートということで、おい、で、骨クッパもさ、エジプトっぽいじゃん。そうだね。だから金色のマリオか、うん、骨クッパ、うん、どっちがエジプトの王にふさわしいかという対戦が始まりました。始まらないよ。で、これね、打開コースなんだよ、ここのコースは。はいはいはい。で、ここのショートカットとかがいっぱいあるから、うん、そのショートカットをいかに駆使できるかっていう勝負になってきます。なるほど。さあ、ここでキンキノカスター欲しいなー。オッケー、スター出てくる。はい。で、ここもね、ショートカットがまあちょっとではあるんだけど、うん、まあ、うんちみたいな感じではあるんだけども、ちょっとのことうんちって言うな。さあ、え、キノイチ弱っ。いや、もうこれはホワイトハウスにデモしに行きますわ。なんでアメリカのそこ行くの。ここエジプトだからね。エジプトじゃない。エジプトじゃない、日本。いや、ニンテンドー。いや、どやすいません、あの上田さんの CPU があのぶっ壊れちゃいました。いや、俺パソコンじゃねえよ。で、それでもう2周目に突入している。で、ここで緊急のもあるから爆速でショートカットを使いながら、はい、1個取れるかな、この後切れてくれるかな、取りたいね、切れてくれないか、まあまあまあ仕方ない。それで何が出るか、キラー、ナイス、素晴らしい。で、キラーをまあここで使うか、使っていきます。で、追いつけるか、もうあいつら3周目なわけだろ。いや、そうだよね。やばくない、ちょっと追いつかないといけない。ここちょっとショートカットぶち込みたいな。キンキの一番来てほしいアイテム。うわ、で、ここでおれぇ、いや、すごいとこ走ってる。それでゴールの隣を通過していって、ここでうわ本筋に戻っていく。すげえ。いや、で、またキンキの、おぉ、いや、キンキの来てほしい時に来てくれんな、今回。いや、いいね、ありがたい。アイテムに恵まれてる。うわ、それで、ここで2個交換もできて、はい、さあ、キラー来たね。キラー近畿の、でも、これ勝ち確だよ。勝ち確だよ、これは。それでゴール前で、あと近畿のショートカットすればいいんだよ。上がった上がった、だけだもんね。それで近畿のでラストショートカットをぶちかまして、行きたいね、行きたいよ。それで取られた、取られたけど、俺にはキノニがある。そして使って、うありがとうございます。素晴らしい。次回、スイント100周遅れ縛りマリオカート始動。絶対無理だろ。